こんにちは、FMT 整体の柴田ゆりえです。今日はあなたのしゃっくりを30秒で止める方法をお伝えしたいと思います。急に出るしゃっくりは困りますよね。わけもわからず続くしゃっくりはなかなか止めたいと思っても止まらなかったり、止めようとすればするほどどんどん出てくる、そんなことが日常でもあると思います。なぜしゃっくりが起こるのか、厳密には分かってない部分があるんですが、横隔膜の痙攣と言われています。横隔膜が痙攣することによって外の空気が狭くなった声帯や肺に急に入ってくることによって、その狭くなった声帯を通るときにヒックという音が出るのがしゃっくりです。しゃっくりは横隔膜の痙攣なので、一気に早食いをしたりすごく驚いたり、そういった空気ですね、冷たい空気を一気に吸ったりとか、そういったこう刺激でも痙攣が起きますので、しゃっくりが起きます。よくびっくりさせると止まるっていう話もあるんですけれど、あながちそれも間違っていなくて、ただ横隔膜が痙攣するほど驚かしてもらうというのはなかなか難しいので、それではしゃっくりが止まりづらいと言われています。今からお伝えするエクササイズは、呼吸をすることによって横隔膜の痙攣を止めるエクササイズです。なかなかそういったエクササイズを試してもしゃっくりが止まらない、長期的にしゃっくりが続いて困るという場合は別の病気の可能性もありますので、こういったエクササイズを試すということと同時に、おかしいなと思われた場合は病院に行くようにしてください。ではエクササイズを始めたいと思います。では実際にエクササイズをやってみたいと思います。まず両手をですね、下腹部、おへその下あたりですね、おへそがこの辺にありますので、下腹部に手を置きます。今から鼻から10秒かけて息を吸います。その時に手を当てている下腹部を膨らませるような、そちらに息を吹き込んでいくようなつもりで鼻から息を吸います。次に息を吸いましたら、その吸ったところで下腹部が膨らんでいるところで10秒止めます。息を止めたまま10秒キープします。10秒経ったら今度は息を吐きます。また鼻から10秒かけてゆっくり吐いていきます。この動きを一つの流れとして、この後は自然な呼吸をゆったりと繰り返します。このエクササイズはいわゆる腹式呼吸になるんですが、横隔膜が腹式呼吸をすることによって下がるので、そういった空気で抑えられることによって、横隔膜が痙攣しているのを抑えることによってしゃっくりが止まります。なので最初の息を吸ったり吐いたりするところで途中でしゃっくりが出てしまった場合は、最初からやり直してみてください。このエクササイズは腹式呼吸になるので、副交感神経、リラックスをする神経を優位にする働きもありますので、しゃっくりが出た時以外でも少しリラックスをしたい時は、こういった腹式呼吸を試されることをお勧めします。ぜひ日常でもやってみてください。これまでしゃっくりを止めるためのエクササイズを伝えてきましたが、中には息をうまく吸ったり吐いたりが上手にできないっていう方もいるかもしれません。そういった方々はもしかすると、こう肺の周りを取り巻く胸郭ですね、この肋骨だとかこう胸の周りです、肺を守るためにこの骨が作られているんですが、ここがうまく動かないということが原因かもしれません。そういったうまくここが胸郭が動かない方というのは、日常的に呼吸が浅くなっている可能性があります。呼吸が浅くなると、どれだけ寝ても疲れが取れなかったり、その眠り自体が浅いので疲れが取れないっていうことだったり、お生活の中で過ごしていく中で疲れやすくなってしまったり、運動したらすぐ疲れてしまうとか、そういったことも起こってきます。別の動画で胸郭ストレッチ、この胸の周りを柔らかくするストレッチをまた紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。